始まりました。お家にいる児童生徒の皆さんのためのアゲアゲ英語レッスン、英語を通じるように言ってみようのお時間です。この番組は生放送でお送りしています。本日司会進行を担当する竹中博明です。どうぞよろしくお願いします。そしてこの番組の先生は、はい、英語音声学者の小川直樹です。ありがとうございます。それとアシスタントの高木デリスお姉さんです。お姉さん、お姉さんです。高木デリスです。よろしくお願いします。出演しています。最初ちょっと言うからね。じゃあ店員さんお願いします。 Next please. Hi, one large french fries and one medium coffee please. じゃあ今度タケちゃんやってみましょうか。はい、行きます。 Next please. Hi, one large french friesAnd one large medium coffee, please. All right. Large の方が飲みたい。ちょっとね、全部大きいのに打ちがちでした。いいんじゃない。Large でいいんじゃない。Large だったら値段が上がります。Okay, そうすると、じゃあ店員さんそれ分かったとして。All right. One large French fries and one coffee. $5, please. Five dollars. Okay. Thank you. これで日本人としては買い物が終わったかなと思うじゃないですか。はい、これ一個足りないことがあるんですよ。わかります？お客さん側に足りないことがあるんですか。そう。All right.One large French fries and one coffee. $5, please. Five dollars. Okay. Thank you. これで日本人としては買い物が終わったかなと思うじゃないですか。はい、ここで一個足りないことがあるんですよ。わかります？お客さん側に足りないことがあるんですか。そう。な、ここで無言なんですよ。お客さんって日本人のお客さん。あ、そうです。はい。でも実は外国のお客さんっていうのは、外国のお客さんっていうのはお客さんも挨拶をするの、店員さんに。あ、最初もそうですもんね。うん、そうそうそう、はい、はいとか言うけど、合わせてお客さんに挨拶をするんです。だから例えばで、店員さんありがとうございますっていうのを、まあ日本でもそうですけど、はい、外国でお客さんもありがとうって言うんですよ。うんうん、だから Thank you とか Thanks とか。なるほど。うん、それプラスバイとか言って、あ、うん、そんな感じですね。じゃあちょっとそこを例えばこんな感じですね。最後のともう一回ね、最後そこつけていってみましょうか。はい、ちょっと僕の後について言ってみましょう。て、たけちゃんのセリフ最後のところね。はい、あ、Thank you 言ってもらえますか、デイさん。Thank you. Okay. Thanks. Bye. Thanks. Bye.そうそう、バイ、うん、そうそう、それでそれでバイって感じになって、英語としてはいい雰囲気になる。確かに、なんか向こうの、私オーストリアに行った時に、はい、なんかそのお店に入った時に、うん、ハローって言わないといつまでも言ってくるんですよ。あ、なるほど。ハローってめっちゃ言ってくる。怖っ怖挨拶しないのかよってことなの。挨拶はみたいな。なるほど。もう向こうはやっぱりそうやってお客さんと店員さんが対等のコミュニケーションをするっていうイメージがある。だからそこは日本とすごく違うところ、はい、日本は偉そうに振る舞えるからね。うん、あとそういえばさっき、うんうん、ちょっと打ち合わせした時に何か質問があったじゃないですか。あったあった、うん、私それこそオーストラリアに行った時に、はい、友達がマックで、マクドナルドで、そう、お茶を注文しようとしてて、はい、普通にティープリーズって言ったら全く通じなくて、はい、なんかパレンみたいになってたんですよ。だから何がダメだったんですかね。うん、ティープリーズ自体の英語は間違ってないんですよね。うんうんうん、でもおそらくは日本人の場合って声がちっちゃいの。あ、うん、ちっちゃかったと思う。そう、だからデイさんみたいにねバーって大きいのは問題ないんですよ。だけど多くの日本人、特に女性だったりすると声がちっちゃいわけ。うん、あ、でも僕もなんかビビって声がちっちゃくなっちゃいそうですね、今だったら。そう、それでそうなんですよ。日本人の場合声ちっちゃい上に、あと英語って子音が強いんですよね。うん、だから T だったら T T T please、すっごい強い音が出るわけ。うん、それがないあるから彼らは T だとわかる。なるほど。ただ日本人は T please、めちゃめちゃ T が弱いんですよね。って感じ。それで声ちっちゃいから届かないっていうことになっちゃうわけ。子音が
ちっちゃかったの、うん、多分そこですね、子音が弱いのと声がちっちゃい、なるほど、じゃあちょっと tea please 言ってみましょうか、はい、息一回溜めて、まあ、マイクに息をぶつけるような感じ、マイクがガサガサ鳴るような感じ、 tea please tea please、 そうそう、溜めて溜めて tea please tea please そう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 、そう、そのぐらい強く言わないと向こうの人は分かってもらえないっていうのがあるんですよね、これなかなかね、だから日本人は英語喋るってエネルギーいるんですよ、めちゃめちゃ、普段やってないですからね、そうそう、扱いちゃいますもん、そうで日本人ってそういう場合特にもうビクビクしちゃうから表情もなくなっちゃうから、ね、萎縮しちゃってるかもしれない、うん、だからなおさら伝わらなくなっちゃうんですよ、やっぱり向こうの人表情で伝える部分が結構あるので、だからニコニコしてるとか、さっき言った挨拶はっきりしてあげるとかそういうのがないと通じない、なるほど、ね、さあ、それじゃもう一回さっきのね、会話完成形やってみましょうか、はい、僕がまずデリスさんとね、はい、会話の完成形ちょっとお手本やってみます、はい、お願いします、じゃあ最そうだな、じゃあ後半の方行こうかな、じゃあ僕が注文、あ、じゃあ最初から行こうか、 Next please からね、ちょっと行ってみましょう、じゃあお願いします、はい、 Next please、 Hi, one large french fries and one medium coffee please、 All right, one large french fries and one coffee, $5 please、 $5? Okay, thank you、 はい、 Thanks, bye、 あ、なるほど、そこまでですよね、そんな感じですね、はい、じゃあ後半の All right、 店員さんが All right で、それで注文確認するところから行ってみましょう、はい、はい、じゃあ店員さんの方からね、 All right, one large french fries and one coffee, $5 please、 $5 okay, here you are, これ練習してなかったね、ごめんなさい、 here you are、 here you are、 そう、これでどうぞっていう意味なんですね、なるほど、 here you areHere you are. Thank you. Thanks. Bye. Bye. そう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 、そういう感じですね。そうそうそう。こんな感じだと最後にそういうふうに挨拶できるとなんかこう会話として成立して、はい、そんな小さいちょっとのお買い物だけど英語でコミュニケーションしたっていう気持ちになるんですよね。あ、最後にね、もう時間も残り少なくなってきたんで、はい、ちょっとお伝えしておこうかなっていうのがあって、はい、それ日本人外国で買い物するとき、向こうの人って結構行列好きなんですよ、なるほど、並ぶのが好き、特にイギリスなんか一番そうなんですけど、はい、で行列には必ず並ばないといけない、はい、日本人特に子供とかつい割り込みとかしちゃうんですよ、あ、ピョッていっちゃったりしますよね、うん、あ、空いてる空いてる、うんうんうん、でもそれ絶対ダメなの、なるほど、向こうは本当に並ばないといけないですね、だから並ばで、これは買い物の時だけじゃなくてトイレもそうで、それからあとは乗り物、バスとか電車、はい、列車を待ってる時もそうで、そういった時も絶対割り込みダメで、必ず列にちゃんと立たないといけない、はい、でもしどこが列の最後か分からなかったら Are you in line? Are you in line? Are youin line、 そう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 、列にあなたいるんですかっていう質問するんですね、うんうん、Are you in line? Are you in line? そう、それで Yes って答えたら、じゃあその後ろにつけばいいっていうことなんですね、気をつけなきゃいけないですね、そうそう、これはね本当に日本人がまず一番気をつけなきゃいけないことなんでしょうね、うんうん、まずこの Are you in line? って聞けないですからね、そうですね使って、うん、おつかここなのかなとかって思ってうろうろしちゃいますよね、うん、ね、聞いちゃえばいいってことですよね、そうですね、聞いちゃってた方がいいんです、 LINE、 まあ LINE だけでもいいですよ、ね、あ、 LINE、 うん、それで それでそこに並ぶっていうのがとにかく大事、とにかく向こうの人はちゃんと並ぶっていうのが大事なので、うん、はい、そこは気をつけないといけない、気をつけます、でも今日ね、うん、やらせていただいて、うん、なんとなく、うん、あれですね、もう自信を持って大きな声で口を大きく開けて言わなきゃいけないんで、うんってことが、うんうん、あ、いいとこ気づいてくれました、口を大きく開けるってすごい大事で、普通日本人って本当口が動かないんですよね、はい、だから口を大きく開けるっていうのは本当大事なんです、うん、そうし口を大きく開ければ声出ますからね、うん、あとはリズムですね、肩の力を抜いてリズムこれね本当ラッパーになるつもりで喋ると体が柔らかくなります、柔らかくなると声も出やすくなるし、うん、英語も出やすくなる、なるほど、日本人ってみんな気をつけしちゃう、はい、あ、ちょっとね、固まっちゃいますよね、固まっちゃうんですよ、固まっちゃうとやっぱり出ないんですよね、うん、うん、
気を、でも今日本当に、うん、本当に英語できないと思ってるので、でもなんか、まあ、ビビたる成長ですけど、いろいろとあのこうやって思い切ってやることが本当に重要だなって分かったので、素晴らしい、そうなんですよ、ぜひね、多分ね、中学校とか小学校で習い始めた子って、うん、僕と同じような立場というか思いしてる子多いんじゃないかなと思うので、ぜひ思い切って口大きく開けてリズムこう乗ってね、やってもらいたいですね。でも本当に僕このレッスンですごい回数繰り返したじゃないですか、はい、あ、そうですね、全然それ構わないんですよ、うんうん、なるほど、 それ やらないとうまくならないから、うん、失敗しても繰り返す、ま、そうなの、だからまだできないのとかいう先生じゃダメなんですよ、先生としては気長に何度でも教えられる先生でありたいなっていう、ね、あ、そうですね、何度失敗してもいいから繰り返して頑張ろうってことですね、そうなんですよ、そうなんですよ、勉強になりますね、勉強になりました、やばいですねこれはで、岡田先生は、あ、ごめんなさい、はい、もしよ、岡田先生ね、いつも、はい、あのレギュラーでも番組持ってくださっていて、はい、こんな、まあもっとね、楽しくワイワイと夜は、うん、あのやられてるように思うんですちょっとご案内いただいてもいいですか、番組の、そうですね、今日金曜日ですけど、金曜日は毎週金曜日24時から15分間、はい、このラジオフチューズでアゲアゲイングリッシュという番組をやっています。アゲアゲです、ね、でただ、まあ、あの今お聞きの方ね、小学生さんとかね、小中高生とか、まあ、夜遅くまで起きられない人はあのこの再放送やってます、そうですね、日曜日のだいたい夜9時前後とか、ちょっとね、あの番組の数によって変わったりするんですけどね、変わったりしますよね、はい、9時前後とか、あとは木曜日の朝6時にもやってますので、はい、ぜひぜひそういう時に聞いていただければと。あとこれ YouTube で動画の方も上げてますので、ね、そうですよね、うん、これあの参考になりますよね、はい、これは何度でも聞けます、はい、見られますからね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います、はい、では先生、そろそろ最後 の時間が終わりに向かいますので、はい、今日はありがとうございました。いや、どうもありがとうございました、生放送で、はい、それでは皆さんご一緒にあげあげイングリッシュ、さよなら、楽しかったね、ありがとうございました